治さないじゃなくて治らない治し方経験ありませんか病院ってちっとも治らないやって言ってきませんでしたこの薬も効かないし治らないやって言ってきましたよねでも治すのは誰自分なんだよねまあ薬とかお医者さんはそのサポートきっかけにはなりますよねでも実際に治るためには自分が持っている自然治癒能力誰もが持っている自然治癒能力ね、それを発揮する必要がある それを発揮させていないから治らなかっただから人のせいにしてたらずっと治らないです。で片づか,かない原因治がある原因が余計な過剰なものであるとしたら今現在私たちが片付けとして提供されている収納術は残念ながら片片付かない片付け方ですよろしいですか 整頓はされますだけど家中に片付けるためのグッズが増えるだけです。